サーバルは、哺乳孔食肉目猫か、サーバル族に分類される、食肉類。本種のみで、サーバル族を構成する。主に、サハラ砂漠以南のアフリカ大陸モロッコには小規模な個体群が、隔離分布する。アルジェリアでは絶滅したと考えられ、チュニジアには、再導入された。 東道長押す59から92センチメートル、メス63から82センチメートル。尾長20から38センチメートル。体重押す7.9から18キログラム、メス6から12.5キログラム。尾長は、体長の約3分の1と短い。全身は、柔らかい体毛で密に覆われる。体毛は、短く柔らか。体色は黄色や 覆面や四肢の内側は白っぽい。小さな黒い反転が入るが、頸部や肩、肘では反転が筋状になる。尾は黒い輪状の反紋が入り、先端は黒い。赤道付近の多湿な高原では、国家個体も見られるが、ケニアの乾燥したサバンナがボン南東部、中央アフリカ共和国南東部で見られることもある。西アフリカの個体群は、 体色が濃く反転が小型なことから、別種、フェリス・セルベリーナとみなされたこともある。頭部は小型。次回は大型で、先端は丸みを帯びる。四肢は長い。染色体数は、2N イコール36。以前は、猫族や、大山猫族に分類されることもあった。分子系統推定では、アフリカゴールデンキャットやカラカルからなる、単系統群の姉妹群と推定され、 カラカル族に含める説もある。アフリカゴールデンキャットやカラカルと共通の祖先から540万年前に分岐したと推定されている。退職や反転の変異が大きくアシュの分類は混乱しており、17アシュ、6アシュ、7アシュとする説もあった。以下のアシュの分類、分布は IUCNSSC キャットスペシャリストグループに従う飼育下ではカラカル、 ヨーロッパ山猫、家猫と主観雑種を形成した例がある。サバンナや草原、森林などに生息し、小宅地や河川の周囲を好む。熱帯雨林には生息しないが、森林と草原が点在した環境や、森林内の開けた環境で見られることもある。夜行性だが、昼間に活動することもある。単独で生活するが、ペアで行動することもある。 縄張りを形成するが、他個体には寛容で行動権も重複する。捕食者や人間に襲われると、樹上へ逃げることもある。アフリカタケネズミ族タシュリクッツやアラゲジリス族、コツメデーバネズミ族クリプテミスタチチネズミ族マステミス、ホップネズミ族アターミスなどの月種類などを含む小型、哺乳類、禁断蝶族ユプレクッツや、ハタオリ族プラシャスといった。 ハタオり鳥類などの鳥類を食べるが、卵、ハっち類、カエル、魚類、昆虫、カニなどを食べた例もある。主に小型哺乳類を食べ、ジンバブエでの65件の胃の内容物調査では97%を小型哺乳類、フンの内容物調査では、南アフリカ共和国で93.5%、ウガンダで80%以上が月脂類などが占めていたという報告例もある。 ノウサギ族や、少数ではあるが大型の獲物として、小型霊用の幼獣、コウノトリ類、サギ類、フラミンゴ類、ホロホロ鳥類などの大型の鳥類を捕食した例も、ある。草本や、バナナやアボカド類の果実を食べた例もある。主に白明白母子や夜間に狩りを行うが、寒冷な地域や、育児中の母親、人間の影響がない地域などでは主に昼間に狩りを、行う。 主に聴覚で獲物を探し、獲物を見つけると最大で高さ1.5メートル、幅3.6メートルをアーチ状に跳躍してから前足を獲物を叩きつけ時には気絶させる。跳躍して空中にいる鳥類に襲いかかることもある。獲物は頭部や頸部に噛みついて殺す。パフアダーやコブラ類などの毒ヘビ類は頭部を何度もオーダーして気絶させ。 安全を確保してから頭部に噛みついて殺す。捕食者として、ヒョウライオン、ナイルワに犬が挙げられ、幼獣がゴマバラワシに捕食された例もある。オスは縄張りを持つが、縄張りの境はあまり厳格ではない。メスはオスの縄張りの中を自由に行き来する。メスは気に入ったオスと交尾をする。妊娠期間は67から77日。 岩の割れ目や草むらの中に作った巣穴、土豚や山荒種類の古巣などで出産する。1回に2から3頭の幼獣を産むが、飼育下では6頭の幼獣を産んだ例もある。野生下では生後11年の個体が、飼育下では生後14年の個体が出産した例もある。子供の体重は230から2 6 0ム母親のみが育児を行う。 授乳期間は6ヶ月。子供は6ヶ月ほど母乳を飲むが2ヶ月弱で母親が仕留めた獲物も口にするようになる。母親は狩りに出るとき、妖体を置き去りにして狩りに向かうが、この時山嵐や土たなどが破棄した場所などを育児用の巣として使い、子供を隠している。子供は、その間、眠ったり、お互いにじゃれあって遊んだりしながら母親の帰りを待つ。 生後10ヶ月ほどになると、自ら狩りをするようになり、オスは12ヶ月ほどで育っていく。メスも、そのしばらく後に一人立ちをする。飼育下では、オスは生後17から26ヶ月、メスは生後15から16ヶ月で、生成熟した例がある。野生下で、長期生存例は11年、飼育下での長期生存例は22年という記録がある。 多くの生息地域では食物連鎖の頂点近くに位置しているので外敵は少ない。もっとも他の肉食獣と同様に幼獣は他の肉食獣や猛禽の獲物として狙われやすく生息地域の重なるハイエナは特に警戒すべき捕食者となっている。このため母親は危険を察知すると巣を移動することがある。名前はもともとはポルトガル語で スペイン王山猫を指していたロボセルバルが展示たとする説や、ポルトガル語で良犬を意味する語に由来するという説がある。食用とされたり、毛皮が利用されることもある。毛皮は呪術用の羽織とされることもあり、ヒョの毛皮の代用品とされることもある。部位が薬用になると信じられたり、呪いに用いられることもある。家畜を襲って大きな被害を出すことは、 まずないが、羊やヤギの幼獣や課金を襲うこともあり、害獣とみなされることもある。生息数の推移や口述する分布の拡大などの確実な証拠はないものの、2019年の時点では、種として絶滅の危険性は低いと考えられている。獲物がいれば農地開発などにも適用することがある。湿地開発や野焼き、 火放牧などによる生息地の破壊及びそれによる獲物の減少、害獣としての駆除、食用や薬用、毛皮目的の狩猟による影響が懸念されている。一方で、ウガンダ南西部やガボン中央アフリカ共和国東部、ナミビア中部、南アフリカ共和国中部や北西部など、新しい産地や再定着したと思われる地域での報告例もある。 アフリカ大陸南部では人工的な水場の増設。アフリカ大陸中部では森林伐採によるサバンナの増加などが分布の拡大や定着に影響している可能性がある。1977年にネコ科単位でワシントン条約付属書通に掲載されている。日本では2020年6月の時点でレプタイルルス、セルバルとして 特定動物に指定されており、2019年6月には、愛岩目的での飼育が禁止された。1986年4月7日、サーバルとイエネコの一品種であるベンガルの後輩によって、ハイブリッド種が生み出された。これは、サバンナと命名され、サバンナキャットと、俗称されるようになった。本種は、地化によって、野生動物と認定されているため、アメリカのニューヨーク州、 マサチューセッツ州、ハワイ州、ジョージア州の法律では飼育禁止となっている。大型で性格は外交的。ありがとうございます。